今からですね、皆さん耳かっぽじりながらですね、視力の限界突破してください。いいですか？私が出す解説シートと彼らの歌声っていうものを照らし合わせながら、皆さんと一緒に彼らの歌声を丸裸にしていきたいと思います。やっほー、こんにちは、サイコです。東京でボーカルトレーナーやっております。レッスンの申し込みは下の概要欄のホームページからお願いします。はい、ということで今日はですね、なんと、BE:FIRST、シャイニングワンの MV 1000万回おめでとうございますというところで、記念の動画になっております。ありがとうございます。先日ですね、私の夢になんと日高さん出てきていただきました。ありがとうございます。いろんなスタッフの方もほとんど顔はないんですけれども、もう日高さんしか見えてなかったです。私は1000万回再生いったというところで、打ち上げのお店をキムチチゲにするのかおでんのお店にするのかっていうところですごいバチバチに揉めるというね、はい、とんでもない夢だったんですけれども、その説はお世話になりました。ありがとうございます。というね、まあ意味のわからないお話は置いといてですね、今日は私ボイストレーナーボーカルコーチのさきこが歌声徹底解説ということで、 BE:FIRST のメンバーの歌声をもう丸裸にしてやんよっていう、そういう感じの動画になっております。解説シートというものを使いながら、分かりやすくね、視覚化をしながら進めていきますので、どうぞ最後までご覧ください。はい、じゃあ早速彼らの歌唱シーンから入っていきたいと思います。まずは龍平くんのパートですね。はい、こちらでございます。皆さんどうですか？解説シートがここら辺に出ていると思うんですけれども、これ皆さんね、しっかり見ながら彼の声聞いてみてください。まずため息まじりのウィッケン、こんな感じで意外とね、切る部分多いのを皆さん気づきましたでしょうか。ため息っていうところは N を入れながら繋いでるんですけど、その後ろため息まじりのウィッケン、こんな感じでですね、すごく切る部分が増えてきます。で、黄色のライン入ってると思うんですけど、こちら音程変化、音程が細かくどういう風に変わっているのかっていうのを表示しています。はい、 We canけん、下からプッとしゃくるように音を取っているので、こういう風なマークになってますね。で、後ろ同じ同じ、ここ音実は下がってるんですね。同じ音ではなくて、同じ、こんな感じで、切った後あーじにもこんな感じでビブラートで繋いでるんですよ。で、その後ろあーきておーっていう、ここあると思うんですけど、あーきてのところで緑色になってます。これね、喉仏の位置を表してます。喉仏が深くなる瞬間、緑色の瞬間でございます。で、音程変化、あーきてーで、こうやって音を2つで取った後の絵の音に注目してほしいんですね。赤い文字になっていると思うんですけれども、これ何をね表しているのかっていうと、少し音のジリジリ感っていうのが強くなっています。はい、これ聞いてみましょう。皆さんもう一回いきますよ。はい、皆さんどうでしょうか。これちなみに同じ感じで皆さんが歌えると、まさに龍平くんになります。ぜひやってみてください。はい、ということで、まあこんな感じで進んでいきます。で、次ジュノンくんのパートいきましょうか。はい、何をやっているのかと言いますと、まずこのグラスのラの音に注目ですね。グラス越し、こんな感じでグラグラグラ、ここすごくスピードが上がります。プラスアルファ、舌先を上の歯茎につけるような発音ですね。グラス越し踊るスポットライト、こんな感じで繋いでますね。泡とともに弾けた。はい、ここ技ありなのが、泡との後ろ、とんも、こんな感じで裏返してるんですよ。ともに弾けた。はい、この薄い緑色のところ、ここは優しい声を表しております。彼は後ろの方で音を抜いて、ビブラートをかけています。皆さん聞いてみてください。はい、弾けた。こんな感じでちっちゃなツも入れながら弾けてますよね。はい、で続いて、えい、レオちゃん、ここね、レオちゃん意外とやってるんですよ。追い越されてく日々に、はい、こんな感じでやってます。これ音程変化ちょっと注目して、しゃくりしゃくり上から取るですね。追い越されてく日々に、に音二つで取る。で、この時の発音がにじゃないんですよ。ねー、ちょっとえといを合わせたようなねー、ちょっと緩めの感じの発音にしてるんですね。追い越されてく日々に、こんな感じですね。で、後ろでなんと裏声に裏返しながらちょっとだけ息吐いてる。ヘビネー、こんな感じですね。とってもセクシーだと思いません？で、次。
輝くんですね、ここ運命メイのところでちょっとねブルブルブルってビブラートかけてるんですね。運命からのからのこんな感じで舌先を上につけて運命からの正体正体のところでほんのりほんのり息に抜いていくんですよ。これがまあセクシーなんですよね。ちょっと聞いてみましょう。やだー超セクシーじゃない。はい、で次俊斗くんのパートですね。はい、こちらでございます。おそらく俊斗くんが言ってた1オクターブで変動する場所って多分ここだと思うんですけど、タララタ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 、ここ今約1オクターブですね。こういう感じで男性のね高音のキーですね。なかなか難しいところもしっかり出してます。で、これね、俊斗くんが私ちょっとびっくりしちゃったんですよね、今回。結構彼技持ってるなぁと思って聞かせてもらいました。皆さんもね、俊斗くんぜひ注目してほしいんですが、ただまあってた、こんな感じで切りながら、ちっちゃなつがついているところとこのスラッシュのところのこの違いは、勢いがあるかどうかですね。勢いがないところはスラッシュ。ちょっとね、スタッカートっぽく短く切ろうとしているところは小さなつで表してます。で、ただまあってた、た、この t が入ってる時は、た、た、こういう音になってます。ただ待ってた。こんな感じで微細に揺れながら、わけじゃないって後ろのスピードが速くなって、そっから息をファッと吐きます。これすごいですよ。で、その後ろも、Now or never make it happen, happen. こうやって音程変化をね、しっかり使ってきてますね。この分析をしてね、改めて思ったんですけど、俊斗くんすごい多いんですよ。びっくりした。ちょっとこれはね、後半も楽しみですよ、皆さん。はい。で、一回ちょっと聞いてみましょう。こんな感じですね。皆さんいかがでしょうか。ちゃんと聞き取れてるかな。みんなもねしっかり耳鍛えてこうね。はい、で続いてでございます。ジュノンシー。はい、ここですね。I never felt it こんな気持ち初めてさ。こんな感じですね。裏声にするところも出てくれば、気持ちのものところで上から音取るんですよ。気持ち始め、めしゃくって、さあ、さあ、しゃくったら音後ろでパキパキと取ります。さあ、こんな感じで後ろ注目の、ウォー、こんな感じで滑らかに音をつないでフェイクの部分をやっていきます。はい、で続いてです。俊斗くんかな？初めてさ、いやー、もう、俊斗って感じですよね。はい、ここですね。あの日の自分の身勝手が胸の中で光ってる。誇っていこう、最高の未完成。ということですね。ここ、赤色のところアクセントになってます。ここにリズムをしっかり意識をしておけるといいですよ。ちょっと強めに発音してもいいです。で、後ろの未完成。ここですね。青色の矢印入ってると思います。これちょっと方向をイメージしてあげるといいかも。未完成。ちょっと浮いちゃう。未完成。はい、こんな感じですね。で、これ注目なのが、未完成って感じで、こういうニュアンスで、エッジボイスの時に、ちょっと母音変化させてるんです。これがまたセクシーですね。はい、いいですか、皆さん。わーおじゃない？めっちゃ乗っちゃうんだけど。はい、で、続いてですね。マナトキュいきます。はい、こんな感じですね。まずここですね。音取りちょっとむずいんだよね。感じて感じて、ここ音取りちょっと難しくない？感じて Be the one, be the one。 こんな感じで1の時にしゃくっていく。 Can't stop going, 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 going。 こんな感じですね。マナト君はね、ちょっと音程変化が多いのかな。で、あとタラララの時に感じてしっかりこうリズムをタン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 って当てていく、音をはめていくっていう感じのニュアンスに聞こえます。なのでそのあたり皆さんもね、ちょっと聞いてみましょう。
こんな感じでございますね。はい。で、続いて、ジュノン氏。ジュノン君、本当に私、お顔が好き。もう、本当可愛い。はい、こんな感じになっております。今すぐ、ちょっと最初の感じ手と音取り変わるよね。今すぐ Be the one, be the one。 はい、こんな感じ。これ超技ありだと思わない？ Be the one、 ちょっと裏にしてんのね。 Be the one, be the one。はい。で、ここの2回目の時は息で吐く。こういう細かいニュアンスが多いのよ。今回、こうやってね、視覚化した時に思ったのは、こういう語尾のニュアンスをつけるのが、すごくね、特徴的だなと思った。マナト君に比べると、この語尾のニュアンスがすごく多いんですよね。はい。で、続いて、後ろの方ですね。響き合うほどに踊り出すこと。はい。こんな感じで、ニュアンス入っております。響きで、まずちっちゃなつが入ってますっていうところと、ここね、なんか地声なんですか、裏声なんですか、みたいな問題あると思うんですけども、ここら辺混ざってるので、なんか別に区別しなくてもいいと思います。ただ明らかにもうこれは裏声だよねっていうところが、このに踊り出すっていうところ、ここに関しては完全に裏声体感あると思いますので、裏声の色をつけさせてもらいました。響き合うほどに踊り出す、この裏声での音程変化入れてくるんですよ。リーダスこと、はい、後ろもビブラートしっかり入っておりますね。今すぐ Be the one、 Be the one、 響き合うほどに、めちゃくちゃかっこいいよね。はい。で、続いていきます。ここですね。めちゃくちゃかっこいい。 Let it set go, are you it's money の show time。 こういう感じで撮るんですね。 Let it set go、 しっかりこう Let it set、 ちっちゃなつ入れてみましょう。 show time、 しっかり show って言った後に切って time、こんな感じで発音していきます。これもう一回聞いてみましょう。ここ好きだよね、みんなね。うん。裏声の、から入ります。もう止まれない、シャイニングワン。こんな感じなんですけれども、まあ、裏声のところはいいです。もう止まれな、なで、地声に返して、しゃくって、この時の発音、ちょっと、えっぽいのね。なっていうか、な。って感じ。もう止まれない。こんな感じですね。shining、 音二つ。ワーン。こんな感じで音を取っていきます。リュウヘックのパート、聞いていきましょう。ワーン。ちょっとパキッとしてんだよな。ここの音程変化も滑らかっていうよりかは、ちょっと顎とか使っちゃったりとかして、ワーンみたいな感じのパキパキッと取られるような、そんな感じのニュアンスにも聞こえますね。はい。ということで、続いてラップパートいきます。わお、最高じゃない？いろいろやってますよ。はい、ここ注目。もうとっくに I'm ready、 ブレーキなんて踏まない方が素敵、こんな感じなんですけど、もうとっくに T の音入ってますね。で、続いての I'm ready、 ここ ready なんですよ。 R の発音ってうから入るので I'm ready になるはずなんですけど、彼の声を聞いてもらうと I'm ready、 L の発音になってるんですね。 I'm ready。 で、これなんでかなと思ったんですよ。なんでかなと思ったら、後ろに理由がありました。ブレーキ、皆さんいいですか？ブレーキ、ラリルレロ、日本語のラリルレロって上に下つきますよね。ブレーキ、ブレーキ、こんな感じで英語で言うと L っぽくなるんですよ。なので I'm ready って言いかずに I'm ready、 ブレーキ、こうやってね、韻を踏んでるんですよ。面白いですよね。で、 I'm ready、 ブレーキ、こんな感じ。これシュント君の時も出てきました。音程をグググググッとこう下に下げるような感じですね。はい。で、続いてこのなんてが小さくなってるんですけど、これね、さりげなくなんてが入っているので聞いてみましょう。はい、ここですね。すごい細かいところに入ってる。もうとっくに I'm ready、 ブレーキなんて踏まない方が素敵、こんな感じです。はい。で、この黄色いところをちょっとリズム意識して、踏まない方が、アクセントまではいかないんですけれども、ちゃんと彼はリズムをね、ここにはめてるんですね。踏まない方が素敵のところでアクセントを置いてキー、はい、こんな感じで下に落としながらエッジボイスに変えていきます。踏まない方が素敵、
ここ超面白い。スリルスラスパイス。はい、ここですね。スリルスラ。こんな感じの発音です。スリルスラスパイス。はい、バーエッチボイスにして、スパイス。音落としていく。荒波をドライって感じで、もう、ぶち上げていきますね。面白いよね、これ。で、その後ろ、いっそ、空にフライしてます。聞いてください。バイスにして荒波をドライ。いっそ空にフライ。下に見える大都会。やってるでしょ。いっそ空にフライ、フライ、ワウ、ワウってこのクルーンっていうこの感じですね。いっそ空にフライ、下に見える大都会。この T の発音もいいんですよ。ちょっともう一回意識して聞いてみましょう。バイスにして荒波をドライ、いっそ空にフライ、下に見える大都会。いやー、最高でございます。めちゃくちゃいいよね。はい、じゃあ続いてのパート。いやー、これ全然違う。面白いんですよ、二人。もうすぐ追いつく、あの姫にした流星群。こんな感じで音程変化いっぱいしてるのが、りょうきくんでございます。続いて、どこまででも飛べそうさ、退屈をエスケープ。はい、ここですね。流星群。ケープ。こういう感じで音を最後二つで取るの、しっかり合わせてきてるんですが、その前のニュアンス、マナトくんはね、母音を使ってうまく繋げてますね。どこまででも飛べそうさ、じゃなくて、どこまででも飛べそうさ。こんな感じ、うの母音をしっかり使いながら彼は音を繋いでます。とても綺麗。で、退屈をエスケープ。退屈、ここの、退、めっちゃ痺れるよね。めちゃくちゃかっこいいです。ここ二人の違い、面白いですよ。おー、かっこいい。一人でもこんな感じで、ラリルレロに行く前の口をしっかり作る。一人でもこんな感じですね。ここでグッドっていう発音を一緒にグッとしてください。皆さんいいですか？エッジボイスにしますよ。一人でもグッても君とならもっと、イェイイェイ。こんな感じですね。ちょっと後ろの方をグッとするニュアンス。これ出てきます。はい、ここでレオくんの柔らかな音取りですね。 Now or never make it happen。 はい、こんな感じでございます。下から取って、上から取って、最後にはんって感じで裏声にちょっと抜く感じ。これね、今回気づいたんですけど、レオくん結構使われてますね。はい、ということで、まぁ、ちょっと長くなってしまうので、次2本目の動画で後半の部分やっていきたいと思います。皆さんどうでしたか？耳をかっぽじって視界の方も限界突破できたでしょうか？初めてこういうのを見る人なんかはすごくね、難しく感じるかもしれないんですけど、より彼らの歌をね、理解するために、こういう風に音取ってるんだ、なんでこここういう風にしたんだろうっていうことを考えるのってすごく面白いと思います。ぜひこれをきっかけに、彼らの声っていうところをより楽しんでもらえたら嬉しいです。